もうカップルモデルですよ。カナダイ・村本かな＆カナ高橋大輔妖艶バックハグ姿に、ドキドキします、の声。昨年5月、現役引退を発表したフィギュア・スケート・アイスダンスのカナダイこと村本かな、カナ、30、高橋大輔37が25日までにファッション誌、ヌメロ東京、不傷者、の公式インスタグラムに登場。 オールホワイトのリンクコーデなどを着こなす姿を披露した。この日、同アカウントでは、1月20日、金曜日発売の、ヌメロ東京、3月号に登場してくれた、カナダイこと村本かなと高橋大輔からコメントが到着。スペシャルな二人のモードな、ヌメロ東京、3月号をお見逃しなくと綴り。 村本と高橋のコメント動画や撮影風景を公開。動画で二人はオールホワイトのリンクコーデで、今までに着たことがないモードなファッションの服を着させていただいて、本当に素晴らしい撮影になったと思います。などとコメント。さらに、撮影中に村本が高橋をハグする様子や、 パープルのドレスを着た村本と黒のスーツを着た高橋がモデルさながらのポーズを決める様子も収められている。村本と高橋のモードな雰囲気たっぷりの撮影動画にファンからは美しすぎます。手のバランスが良すぎですね。撮影風景までもが絵になるのがさすがすぎる。かっこいい。大輔さん在中ちゃんかっこいい。 妖艶な雰囲気もありドキドキします。なんと彩り豊かな二人でしょう気を戻り実さと色っぽさが同時に溢れてる。カナダありにも素敵すぎてクラクラしました。もうカップルモデルですよ。と好意的な声が寄せられている。撮影中も行きぴったりの村本と高橋。二人が作り上げる世界観に魅了されているファンも少なくないはず。